ぷーぷーぬるだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬるです。今日の動画はこちら、新車購入時につけなくてもいいオプションとつけた方がいいオプションをいくつか紹介していきます。皆さんも車買うときにどのオプションをつけた方がいいか悩みますよね。今回は実際に今まで10台以上所有してきた私が思ったつけた方がいいオプションと別につけなくてもいいかなと思ったオプションを紹介していきます。今回のこのオプションに関してなんですが、お金というところを基準に考えています。例えばこのオプションつけた方がリセール上がるよねとか、逆にこのオプションは社外費にした方が安く済むよねという感じでお金を基準に考えています。確かに新車購入するときに予算って非常に大事じゃないですか、うん、安く済むのであればそれを浮いたお金を他に回して何かに使うってこともできますからね。うんうん、そうですね。結構お金というところはシビアで大事な面になってきますので、ぜひ参考にしてみてください。それと今回の動画はそのオプション機能そのものを否定するわけではないので、欲しいなとかつけたいなと思った方は全然つけてもいいと思います。あくまでお金が基準ということですね。そうですそうです。はい、それでは行ってみましょう。ここで皆さんにお知らせがあります。11月2日土曜日に大阪府のスーパーオートバックス豊中庄内店で来店イベントを開催します。こちらのイベントは韓国製品とポムル製品の上陸を記念したイベントになっています。当日は限定ステッカーとヌヌファクトリーオリジナルショップ袋、そしてご希望者の方にはサインもプレゼントさせていただきます。そして10月27日日曜日に岐阜県のピットマンモーターフェスに今年も参加します。とってもかっこいいデモカーたくさん見れますし、ポムル製品もイベント限定価格で販売していきます。そしてめちゃくちゃ楽しいミニイベントもあるみたいなので、ぜひ皆さんピットマンモーターフェスにもお越しください。それではまず一つ目は優勝カラーになります。これはですね、色によってきますが、一般的にリセールがいいと言われているカラーは白、黒、グレー、こちらの3色になります。でその他の赤とか青とか黄色とか、そういったものはあまりリセールには響かないと言われてますので、オプションで選ぶんだったらリセールがいい白、黒、グレーを選んだ方がいいと思います。そうですね、はい、まあ、あくまで好きな色は選べばいいとは思うんですけど。そうですね、それは大前提であるんですけど、まあ、リセールだけを考えると白、黒、グレーがおすすめです。それとコーティング屋さんの観点で見ると、例えば優勝カラーでもパールが入っている濃色車とソリッドの濃色車とありますよね。そしたら私の場合はパール入っている方を選びます。なるほど、そっちの方が洗車傷とかも目立ちにくくなりますし、後々維持がめちゃくちゃ楽になります。例えばこの70ランクルだと、はい、今これスーパーホワイト、そうですね、白のソリッドですね、うん、もしこれで優勝カラーで、うん、パールが入っているものがあれば、うん、そっちのパールの方がいいってことですね。そうですね、まあ、白はあんまり大差ないと思うんですけど、うん、特に濃色車ですよね。そういうのは結構明白に違いが出てきちゃうので、パール入っている方をおすすめしています。私もですね、いつも車を買うときはそういったパールが入っているか入っていないかというところを結構しっかりと見ています。2つ目はドアバイザーになります。これはどちらかというと洗車屋さんの観点で見てるんですけど、まあ、リセールにもそんなに響かないので、ドアバイザーはあってもなくてもいいかなと思っています。でドアバイザーがあると結構この内側に鱗がびっちり溜まりやすいんですよね。で鱗取りする時もこのバイザーで隠れした分だけ下げて鱗取りやってまた戻してってやらないといけないので、バイザーなしの車と比べるとやっぱり手間と時間はかかってしまいます。最近のドアバイザーって、はい、なんかのエアロみたいな形してるやつあるじゃないですか。複雑だよね、はい、そうなんか普通のこうペコンじゃなくてちょっともっこりしてるやつとかもあるんですよ。そのもっこりしてるやつのもっこりのところが拭けないのよ、水滴が、はい、そういうのとかね、結構洗車屋さんとしてはうんって思いますよね。そうですね、はい、でただですね、やっぱり車内でタバコ吸う方だったり雨の日でもちょっと換気したいなっていう方は当然バイザーがあった方がやりやすいと思うので、まあ、それは好みで選んでみてください、うん、ドアバイザー自体がダメってわけじゃないですからね。そうですそうです、ドアバイザーはあった方が便利です、はい。3つ目はディーラーコーティングになります。これはですね、ちょっとセールストークが入ってしまって申し訳ないんですが、ぜひ当店でやっていただければと思います。ディーラーコーティングを受けるとメンテナンスキットっていうのをもらえるんですけど、正直に言うとこれを使っている方はほとんど見たことがないです、うん、
トランクの肥やしになってますね。そうですね。もちろんディーラーでコーティングした方がいい人もいると思います。そういったディーラーコーティングについては以前こちらの動画で詳しく紹介してますので、よかったらこちらの動画も参考に見てみてください。続いて4つ目はフロアマットです。フロアマットですね、はい、こちらですね。これも結論から言うと社外品の方が安く済みます。でもちろんですね、若干の質感の差だったりとか、ネームが入っているか入っていないかとか、そういった違いはありますが、他種専用設計で社外品で作ってもらったとしても大体3万円くらいで済みます。で私はですね、アルファードのエグゼクティブラウンジにフロアマットつけたんですけど、なんと10万円くらいしました。結構そう考えると高いですよね。高いですね。高いです。社外品だったらそれが3万円ぐらいで済むと。そうです、3分の1ぐらいで済みます。私もアルファードにフロアマットつけてから速攻でゴムマットに変えましたもうこれなんでかというと、洗車屋さんの目線になってしまうんですが、こういう布のフロアマットよりもゴムマットの方がとっても楽なんですね。お手入れがめちゃくちゃ楽です。本当水でバーって水洗いするだけで汚れが落ちるので、私はもう速攻でゴムマットに変えました。で最近だとオートバックスとかでも安くていいゴムマットというのも結構たくさんありますので、まあ、ぜひ気になった方はそういったゴムマットに変えてみてください。特に今回のランクル70みたいにハードに使われる車に関してはもうゴムマットに変えちゃった方がいいかなと思っています。続いて5つ目はカーナビになります。これは車種によってきます。例えばアルファードとかクラウンみたいにもともと純正のナビがついている車は関係ないですが、この70ランクルみたいにナビレスで納車できる車に関してはわざわざオプションでナビをつけなくてもいいのかなと思っています。で社外品の方が全然お金も安く済みますし、もう一ついいところがあって、走行中でもテレビが見れるんですね。純正のナビは走行中にテレビが見れないようになっているので、テレビキャンセラーをつける必要があります。それに対して社外品のナビは走行中でもテレビが見れるようになっていますので、テレビキャンセラーをつける時間とお金を省くことができます。そういった面でも社外品のナビはおすすめです。最近の社外ナビもすごいですからね。そうですね。で結構テレビキャンセラーつけるって結構自分でもやってみましたが大変だったので、まあ、そういった手間を省くのはかなりいいと思います。続いて6つ目は ETC になります。 ETC も最近の車だともともとついている車は関係ないんですが、ついてない車はわざわざオプションでつけなくてもいいのかなと思っています。これも社外の方が安いんですか？そうです、社外の方が安くて、私が知っているところだと Amazon でセットアップ込みでだいたい5000円くらいで販売されてました。安っ。はい、なのでコーチ入れたとしても全然社外品の方が安いですよね。最近の新車だと ETC 2.0 がついているんですけど、 2.0 でもそこまで大きなメリットっていうのはないんですよね。なので社外品でも十分かなと思います。 Amazon で一回買ってお店でまた取り付けるっていう手間はありますけれども、うんうん、その手間があってもいいよっていう方は安上がりで済みますね。うん、そうですね。でその ETC の取り付け時間っていうのもそこまでめちゃめちゃ1日かかるとかそういうわけではなくて、割と短時間でポイってできちゃうので、そんなに負担ではないかなと思います。そして最後7個目はメンテナンスパックになります。メンテナンスパックというのは新車を買ってからオイル交換は何回まで無料ですとか、何ヶ月点検までは無料でやりますというパックになっています。このパック自体は私的にはめちゃくちゃいいパックだなと思っているんですが、このメンテナンスパックをフルで使い切れるっていう方はなかなかいないと思います。私も実際にアルファードを買った時にメンテナンスパックをつけたんですが、ちょっと忙しかったりとか出張が多かったりして、オイル交換も3ヶ月に1度ではなくて、だいたい半年に1度くらいの頻度になってしまったりもしています。買ったディーラーがめちゃめちゃ近所ですぐに行けるっていう方はいいと思いますが、ちょっと遠方のディーラーで買ってなかなか頻繁に行けないなという方は結果的に損してしまう可能性もありますので、わざわざつけなくてもいいのかなと思います。まあ、整備性が必要なければメンテバッグはつけなくてもいいのかなっていう気はしますね。うん、そうですね。まあ、新車も本当に最初壊れにくいですし、3年に1回の車検になってますので、わざわざつけなくてもいいのかなとは思いますね。ここまではつけなくてもいいオプションを紹介していきましたが、ここからはつけた方がいいオプションを紹介していきます。まず1つ目がサンルーフですね。
そして2つ目が電動パワースライドドア、こちらの2つになります。この2つは付けてあげるとリセールが結構上がりますので、付けた方がいいオプションになります。ただサンルーフは付けたはいいけどあんまり使わなかったなとか、あと付けたことによってボディ剛性が落ちてしまった、何年か経つと故障するといった意見がありますが、リセールのことだけ考えると付けた方がいいと思います。そんな感じで付けなくてもいいオプションを7つ、付けた方がいいオプションを2つ紹介しましたが、これ以外にもこういったオプションあった方がいいよとか、なくてもいいかなっていうのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、というわけで今回は新車購入時にいらないオプションと逆に必要なオプションをいくつか紹介してみました。今日紹介したいらないオプションはその機能を否定したいわけではなくて、あくまでリセールとかお金が基準になりますので、つけたい方は全然つけてもらっていいと思います。ただ今回紹介したいらないオプションを全て外すだけでだいたい 2,30 万円くらい浮くこともざらにありますので、ぜひ新車購入時は参考にしてみてください。こんな感じで私のチャンネルでは車に関する情報やコンテンツを配信していますので、ぜひ車好きの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。